FC 町田ゼルビアなら叩いてもいい。FC 町田ゼルビアに問題があると考えている人たちは、すでに度が過ぎています。こう訴えるのは、FC 町田ゼルビアのオーナーを務めるサイバーエージェントの藤田新社長、51歳だ。10月15日、FC 町田ゼルビアが SNS 上での悪質な誹謗中傷に対し、刑事告訴に踏み切った。 19年にサイバーエージェントが経営に参画、23年シーズンからは元青森山田高校の黒田豪監督、54歳を招聘した FC 町田ゼルビアは黒田監督就任1年目に J2 優勝。今季は J1 昇格1年目ながら3位につけ、リーグの台風の目となっている。 ただ一方で、その守備重視の戦術やロングスローを多用したスタイルには批判的な声も多く、町田アンチと呼ばれる他チームのファンからの誹謗中傷が殺到していた。9月28日のサンフレッチェ広島戦では、FC 町田ゼルビアがロングスローの際にボールを吹くために用意したタオルに、広島の選手が水をかける行為が発生。 黒田監督は試合後の会見で、反スポーツ行為に値すると思う。ロングスローには守備の対応力で阻止するべき。正々堂々とやってほしいと抗議したが、この件でも SNS は、炎上し、し誹謗中傷にますます拍車がかかっていた。FC 町田ゼルビアの運営会社株式会社ゼルビアで COO を務める上田武蔵氏、30歳。 は、刑事告訴に至ったいきさつをこう説明する。